こんにちは、プロレスディープです。共に最強を掲げている新日本プロレスと極真会館の接点は猪木 VS ウィリー戦の約5年前からありました。新日本と極真の交わり、殺気に満ちた猪木とウィリーの決闘を振り返りながら日本の格闘技を語ります。総合格闘技の歴史。日本で今も人気がある総合格闘技の源流をたどれば、新日本プロレスと極真会館です。1972年に旗揚げした新日本プロレスは、アントニオ猪木がプロレスこそ最強の格闘技と宣言しました。大山増達率いる極真会館も、空手こそ最強の格闘技であり、空手の中で最強なのが極真空手だと宣言したのです。猪木の遺伝子を持つ佐山悟と前田明と高田信彦がいなかったら、プライドも雷神も生まれなかったと断言する人は多いです。プライドのスタートは高田 VS ヒクソングレイシーであり、前田が旗揚げしたリングス出身のファイターがプライドで大活躍しました。そして総合格闘技のルールや技術面のベースが佐山のシュートだと考察する関係者もいます。また K-1 の源流は極真空手です。 K-1 とプライドは別物ではなく、両方のリングに上がるファイターがいるので切っても切れない関係なのです。 K-1 はキックボクシングとほぼ同じルールなので、日本でも馴染みがある戦い方であり、壮絶な KO シーンも多いことから人気が急上昇しました。アメリカで生まれた UFC は、打撃でダウンした相手の上に乗り、顔面パンチ連打で失神しても殴り続け、レフェリーが慌てて止めるという残酷なシーンがあるので、嫌う人もいました。逆に喧嘩のようで、緊迫感があり、プロレスよりも刺激的だと好むファンも多くいました。日本で生まれた初期のプライドには多くのプロレスラーが参戦し、プロレスファンが来場し、小的要素もあり大成功しました。レスラーの貢献は大きいですが、少し利用された感じもあります。どんな格闘技イベントも興行である以上、面白さが求められます。初期の UFC は素手で殴り合っていたので本当に危険でしたが、ルールが変更されグローブをはめるようになりました。刺激が強すぎても弱すぎてもいけないので難しいところです。これはプロレスにも言えることでしょう。ともあれ、新日本プロレスと極真会館が現代の総合格闘技の礎を築いたことは確かです。新日本プロレスと極真会館の交わり。1976年6月26日、アントニオ猪木 VS モハメド・アリの異種格闘技戦が行われましたが、猪木はアリ戦のために極真の大山増達に直接空手の指導を受けていました。他の門下生と一緒に練習し、大山からローキックのアドバイスも受けています。実は新日本プロレスと極真会館の接点はもっと前で、1974年になります。74年11月9日、極真会館が主催する全日本空手道選手権大会が東京体育会館で開催されることが決定しました。週刊少年マガジンの広告には、空手以外にも相撲、柔道、プロレス、ボクシング、キックなどあらゆる格闘技の参加 OK とあったようです。新日本プロレスの新間久志営業本部長は、プロレスという名前を出された以上無視することはできないと動きます。嫌な予感しかしません。過激な仕掛け人の本領発揮で、猪木、坂口以下13人の新日本所属レスラーの大会申し込み書を書き、新馬が池袋の極真本部道場に持って行ったのです。新馬は挑戦を求めておきながら、その大会ではつかみが禁止された極真空手ルールだという、こっちは組んでなんぼのレスラーだから冗談じゃない、全員反則負けでもいいから腕でもへし折ってやれ、なぜこれほど前のめりになってしまうのかは謎ですが、プロレスを名指しされたことに対するこの過剰反応は、今の令和の時代なら頼もしい気もします。
極真側にしてみれば、せっかくの大会がレスラーにめちゃくちゃにされかねません。そこで大山増達が新日本プロレス側と会談し、和解してレスラーの参加はなくなりました。当時の東京スポーツにも猪木と大山の会談が掲載されました。大山はうちの空手道選手権大会に猪木さんが出たいという話を聞いた時にはびっくりしましたわと笑います。猪木もカッと血が熱くなりましてと笑います。プロレスという名前が入っていただけで頭に血が昇るとは、猪木と新馬の過激さが怖いです。大山は、いや、あなたに出られたらかなわんですわ、出てもらわなくてよかった。そして10月10日、蔵前国技館で行われた猪木 VS 大木金太郎の試合を見た大山が、いい試合だった、今あなたの黄金時代じゃないですかと感嘆します。猪木 VS 大木の試合はワールドプロレスリングのオープニングにもなりました。猪木と大木は記者会見の時から殺し合いをしてしまうんじゃないかと心配になるほどの殺気を醸し出していました。試合は大木の14発の頭突きで猪木の額が割れて流血する危険な戦いになりましたが、最後は猪木が怒りの鉄拳からボディスラム、バックドロップで大木をフォールし、猪木の完勝です。試合後、抱き合って2人とも泣いてしまったという感動の結末でした。大山の言う通り、まさに猪木の黄金時代でした。トップ同士の猪木と大山は良好な関係でしたが、極真にも過激な門下生がいて、猪木や新馬の言動を容認できない者もいました。腕をへし折ってやれは完全に喧嘩を売った言葉です。売られた喧嘩はもちろん買います。1978年、猪木はアメリカで全米空手協会王者のザ・ランバージャック・ジョニー・リーと対戦し勝利しました。その時、極真ニューヨーク支部長の大山茂が弟子のウィリー・ウィリアムズを引き連れ、猪木に言い放ちます。プロ空手ごときに勝っただけで格闘技世界一を名乗るのは許さん。74年に猪木と新馬に喧嘩を売られて芽生えた新日本プロレスへの敵外心は何年経っても消えていなかったのです。四角いジャングル。四角いジャングルは格闘技のリングを見事に表現した言葉ですが、梶原一騎が週刊少年マガジンで四角いジャングルという漫画を連載していました。1978年から連載が始まったこの作品は、創作と事実を織り交ぜた内容で、猪木とウィリーも登場人物です。猪木 VS ウィリー戦の企画を新日本プロレスに持ち込んできたのは梶原一騎です。ウィリーなら熊殺しとして有名なので、興行の大成功は間違いなく新日本も乗りました。梶原一騎と新日本プロレス黒崎道場の黒崎健二会長により話が進められ、猪木 VS ウィリー戦が実現する運びとなりました。ところが大山増達が他流試合は許さないとストップをかけます。強行すれば破門なので、破門か決行か。ウィリーは破門を選び、四角いジャングルで猪木と対決することを決めました。アントニオ猪木 VS ウィリー・ウィリアムス。1980年2月27日、蔵前国技館は異様な熱気と緊張感に包まれていました。ルールは1ラウンド3分の15ラウンド制で、判定はなく15ラウンド戦って決着がつかない場合は引き分けです。ウィリーが素手素足で戦うのは危険すぎるので、8オンスのグローブとシューズを着用します。リング内のダウンは10カウントで、リングアウトは15カウント。決着は KO かギブアップかレフェリーストップかタオル投入です。猪木の寝技はたったの5秒で、近敵攻撃とサミングは反則ですが、チョークはありです。セコンドは4人までと決められ、藤波辰巳、長州力、永遠遥、もちろん星野勘太郎もリングに上がり、4人は緊張した表情で猪木のボディーガードをします。メインレフェリーはユセフトルコで、サブレフェリーがミスター高橋。立ち会い人は梶原一騎です。
入念なボディチェックの後、猪木がウィリーのグローブを指さし、ユセフトルコに何か言っています。新間久志がウィリーのグローブを触ると、大山茂が両手で新間の胸をついたので、藤浪が何やってんだと怒ります。すると外国人のセコンドが藤浪に歩み寄り、一触即発の睨み合いになり、ユセフトルコが止めました。リングサイドには大勢の極真門下生がいます。猪木側には新日本プロレスのセコンドの他に、空手団体寒水流の猛者たちが陣取っています。まるで任侠映画の出入りが始まりそうな危険な空気がありました。猪木は190センチ、ウィリーははるかに大きい198センチ。いよいよ1ラウンドが始まりましたが、1分過ぎてもファーストコンタクトがありません。山本虎鉄がいけないんですよと言います。死んでも負けられない真剣勝負だと、どうしても慎重になり不用意に入り込めません。ウィリーのローキックが当たり、右フックが猪木の顔をかすめます。古舘一郎アナはウィリーのハイキックからターンしての華麗な後ろ回し蹴りを見て、戦うバレリーナというフレーズが浮かんだのですが、とてもそんなユーモラスな実況ができる雰囲気ではありません。猪木はアリキックから猪木アリ状態になりますが、互いに決定打はなく、1ラウンドが終了しました。2ラウンドはウィリーの膝蹴りや肘打ちがヒットします。猪木の浴びせ蹴りはかわされ、ウィリーのハイキックが猪木の顔面に入りましたが、その直後猪木がウィリーの足を払って倒し、大歓声が沸きます。しかしロープブレイクから両者がもつれて場外に転落。ウィリーが上になり、猪木の顔面にパンチを連打し、猪木が防戦一方のまま両者リングアウトのゴングが鳴りました。猪木の額が割れて流血が止まりません。場内が騒然とする中、猪木がリング下を指さし、ユセフトルコに猛然と抗議しています。まさかセコンドが猪木に手を出したのか。リング上ではミスター高橋、大山茂、黒崎健二、新間久志の話し合いが続いていましたが、立ち合い人の梶原一騎が第3ラウンドからの試合続行を宣言しました。3ラウンドはウィリーの膝蹴りの連打に耐えた猪木がすくい投げでウィリーを倒し、腕を取りますが、ウィリーの蹴りが猪木の頭部を直撃します。倒れる猪木に上からウィリーが殴りかかろうとすると、下から猪木が腕を取って腕ひしぎ十字固めを決めます。しかしすぐにウィリーの長い足がロープに届きます。猪木がアリキックを放つと、ウィリーもローキックと膝蹴りを命中させます。3ラウンド終了のゴングが鳴ると、離れ際に猪木がウィリーの顔面にエルボー。運命の4ラウンド、ウィリーがジャブ連打からの飛び蹴りは空を切り、猪木のドロップキックもかわされます。猪木が組みに行くと、ウィリーがボディに膝蹴り、顔面に右フックを炸裂しますが、猪木がロープ際で投げを打ち、両者が場外に転落。猪木がウィリーを思い切り投げ倒し、腕をひねって腕ひしぎ十字固めを決めます。ウィリーは必死に蹴りを出しますが、猪木の顔には当たりません。ここで両者リングアウトのゴングが鳴らされました。ウィリーはすぐにグローブを取りました。まさか素手で戦うのかと思いましたが、グローブの重さが耐えられないほど肘にダメージを負っていました。猪木は肋骨を骨折した疑いがあり、苦悶の表情で脇腹を押さえています。なぜかリング上でミスター高橋と大山茂がつかみ合いになっています。結局猪木は肋骨、ウィリーは肘を負傷し、両者ドクターストップで引き分けという結果になりましたが、壮絶な決闘でした。本当の真剣勝負になると試合が成立しないことはプロレスファンならよく知っています。ただ空手に詳しいファンは、ウィリーのあのスローモーションのような蹴りはありえないというわけです。八百長説が飛び交う世紀の一戦、八百長疑惑については別の動画で詳しく考察したいと思います。
いずれにしても猪木 VS ウィリー戦は何年経っても語り継がれる諸話の名勝負となりました。アントニオ猪木の証言。猪木は最後に決めた場外での腕ひしぎ十字固めについて、もしあそこで私がウィリーの腕を折っていたらそれこそ殺し合いになっていたかもしれない、誤解しないでいただきたいが手加減したわけじゃない、私には自分の勝負とは別の部分でその場の空気を察知し全体のバランスを見てしまうところが多分にある。後にウィリーと再会した時にウィリーは私の手を握り、あなたがいたからこそ今の自分があると言ってくれた。その時にあれでよかったのだと確信したんだ。彼の腕を折って勝つよりもウィリーが感謝してくれたことの方がずっと大きな勝利だと思っている。やはり猪木プロレスは奥が深いです。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。皆さんのご意見ご感想や知っているエピソードがあればぜひコメントをしてください。今後もプロレスのディープなエピソードを投稿してまいりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。